はい、皆さん、いよいよ7月1日から電動レギュレーションが変わります。そこで今回は時間強の予想と、それに伴って値段上がりそうなカードをピックアップしました。まあ、結局値段上がるカードっていうのは時間強上位に来るデッキのパーツに決まってるんですよ。まあ、なので先に環境予想やっていきます。まあ、とりあえずこの一覧ご覧ください。まあ、これ電動思考後環境に残りそうなデッキですね。一応今回規制食らったジョーカーズとか赤尾波動、あと赤白ゴクゴですね。こいつらリペア次第で戦えそうなんですけど、まだ構築確立されてないので今回は除外します。で、ここで各デッキにおける有利不利を点数化させました。まあ、有利なデッキ一つにつき3点、5分だったら1点、不利で0点とします。で、こういうのを最下位から発表していくと大体皆さんスキップするので1位から発表します。というわけで第1位、青黒ロマの不安ショットになります。これ前に動画出したと思うんですけど、基本的な戦い方としては、本当にもうロマノフ2世をぐるぐる回しまくって山札ゴリゴリに削って最後シャコガエル出してドローして勝ちです。まあなのでロマノフ2世とシャコガエルはかなり熱いです。買っといた方がいいかもしれません。で、続きまして第2、赤白バイクになります。まあ、これはもう本当にコマンド出してレッドゾーンに侵略しながら殴っていくっていうデッキですね。まあさっき紹介した時間鏡トップクラスに来るであろうロマノフに対して有利がつくのがかなり美味しいです。まあ、ただこのデッキ結構メタられやすいんですよ。ポクチンチンとかミクセル出されるだけでかなり厳しいので、まあ、環境読みした上で使ってください。で、値上がり期待できるカードがこんな感じ。レッドゾーンはプロモ買うのをおすすめします。プロモカードが一番値上がり幅大きいです。で、ブランキーなんですけど、基本的に発売してから1、2週間の間って供給が追いついてないので相場が高めなんですよ。まあ、なのでこれについては買うのは値段落ち着いてからでもいいかもしれません。まあ、レギュレーション変わって初週で使いたいんだったらもうとっとと集めちゃって大丈夫です。で、続きまして第3位、ゴシー総流ですね。これうちのミミミちゃんが作ったデッキですね。これビートデッキ消えてくれたおかげで時間強かなり強くなります。まあ、ただ問題点としてはロマノフに対して振りがつくところ。もうロマノフ対面は最速でモアイランドぶっ放すしかありません。まあ、で、このデッキで値上がりできそうなカードがこちら。もうすでに軒並み高いカードばっかりなんですけど、まだ全然上がる可能性あります。もう買おうか悩んでるんだったら買った方がいいです。で、次、同率第3位がネクラドルマゲドン。まあ、これ戦い方としては、相手の盤面はマグスカルゴトラップとかガードホールで背負ってって、手札をダークマスターズでハンデスして、まあ、ボード整えて最後殴るっていうデッキです。まあ、もともとはボルグサンダーをガードホールで使い回して勝つのが一般的だったんですけど、まあ、ボルグがプレデンしたので最後殴り切るしかありません。まあ、それで最近聞いた話なんですけど、超次元にドラビタと突っ張り騎士を入れるパターンがあるらしくて、要は、突っ張り騎士もラストストーンもフレームコマンド持ってるので、ドラビタが覚醒します。ドラビタが覚醒すると、相手の呪文詠唱を防ぐことができるので、盾がかなり殴りやすくなります。ただ正直、今の環境そこまでしなくても普通に殴り勝てるので、まあ、ボルグサンダープレデン行ったとはいえ、ネクラドルマゲドンは相変わらず強いと思います。で、値上がり期待できそうなカードがこちらですね。ドルマゲドンの禁断文字、エスカルデン、ガードホールのブラックボックスパックバージョン、あとダークマスターズ、オリオティスジャッジの CS プロモ。で、あと、白米男爵なんですけど、まあ、白米男爵に関しては、あまり値段は変動しないかもしれません。ただ、このカード需要はずっと高いので、値下がりする可能性も結構低いです。まあ、安牌ですね。で、続きまして、第5位が、オーラタンになります。まあ、こちら、デッキの動かし方については、最近動画出したので、そちらの方をご覧ください。まあ、基本的には、墓地貯めてって、ドラガンズアークに繋げて、盤面制圧しながらぶん殴るっていう形になります。デッキの性質上、コントロール対面に有利がつきやすいので、かなりおすすめです。ただ、ループデッキには滅法弱いのと、墓地戻されると結構厳しいので、その辺、メタられやすいかなとは思います。まあ、ちなみに、オーラタンから値上がりが期待できるカードとしては、ジョクランマ、キルジャック、ドラガンザーク、ジャワルペンドラあたりですね。ただ最近、これらのカード、なぜか値段上がってるので、ちょっと落ちるまで待った方がいいかもしれません。というわけで以上、トップ5の紹介でした。第6位以降は、ま、そこまで値段上がらないかなと思うので、流しでいきます。まず第6位、クロタンデスザークですね。有利不利かなりはっきり分かれてます。ただ見てもらったら分かる通り、振り対面のところあんまり母数がいそうにないデッキなので、もしかしたらワンチャンあるかもしれません。で、続きまして第7位、墓地ソースですね。このデッキちょっと悲しいところがありまして、オーラタンをメタろうとしたら同時にメタられてしまうんですよ。要はオーラタンって墓地リセットされる札に結構弱いので、ポクチンとかポクタマが入るデッキが増えてくると思うんですけど、そうなるとね、同時にこの墓地ソースもメタられちゃうんですよね。なので、このデッキはちょっと時間強きついかもしれません。で、続きまして第8位、モルトネクスト。まあ、このデッキ順位自体は低いんですけど、出力はめちゃめちゃ高いので、まあ、言ってしまえばそのモルトネクストでハートバーン出してバーンって殴ってたら、まあ、たまに勝てるので、多分定期的に入賞するとは思います。まあ、やっぱバトル威嚇取られたこともあって、プレイの幅が狭くなってるのが厳しいですね。まあ、これはさすがに仕方がない。で、次、第9位、4C バラギアラ。これ、通常環境の価値は結構低いんですけど、2ブロックのバラギアラはめちゃめちゃ強いと思います。まあ、なので、今後バラギアラは2ブロック用の環境デッキとして出てくるかなと思います。で、次、第10位、チェンジダドンジャングル。これ、意外だった人かなり多いと思います。もう、ほとんどのデッキが5部か不利でした。ただ、このデッキにおける不利って言うて4割とかなんですよ。まあ、なので、構築とかプレイで全然まくれるので、まあ、割とワンチャンはあります。で、またですね、このデッキはバングリッドクロスセブンっていう診断のスーパーカードを入れることによって化ける可能性を秘めてます。まあ、なので、今のままの構築だと厳しいけど、まあ、バングリッドクロスセブン入れることによってもしかしたら順位上がるかもしれません。で、最後11位が黒緑ドンジャングルになります。まあ、このデッキはさすがに厳しいんですけど、言うてこいつもバングリッドクロスセブンで化ける可能性はあります。てか、なんつうか本当にドンジャングルとそうなんです入ってるデッキ、大体バングリッドクロスセブン入れれば化ける説があります。まあ、なので、もしかしたらこいつもチューニングすれば戦えるかもしれません。
まあ、というわけで6位から10位聞いてもらったらわかると思うんですけど、バングリッドクロス7です。もうこれは絶対や、まあ、持ってない人は買っておくのを推奨します。というわけで以上、環境予想と価格予想でした。